山中さん、ちょっといろいろ並べていただいたんですけど、はい、こちらは何でしょうか。で、次にご紹介するのは、はい、まあ本当に特殊レコードタッチっていう感じなんですけれども、すごいですね。まあ本当にいっぱい種類がありまして、はい、ちょっとまず最初にご紹介したいのは、この本からいきましょうかね。ぜひ。これクルガゾールっていう、はい、まあ月刊誌みたいなものなんですよ。で、まあ音楽誌でこの一冊の冊子に6枚のそのシートが間に挟まっていると。これまあもう30年ぐらいずっと出されているんで、まあそれぐらいの冊数が出てるんですけど、結構私大半買って全部確かめまして中身。で、この中からどれがいいよとか、どういうものが収録されてるよっていうのをめちゃくちゃ頑張って調べました。すごいですね、はい。で、まずですね、この本がどういうものかっていうと、はい、まあこういう四角の小さな本になるんですけれども、はい、これ何が特殊かっていうと、こうペラペラとこうめくっていくと、はい、こういうふうにそのシートが挟まってるんですよ。で、これどうやってかけるんじゃいとなるんですけど、はい、これまあ、あの切ってかけることもまあ当然できるっちゃできるんですけど、はい、これ正しい書き方は、じゃあこれ、ね、じゃあディスク5をかけようかなみたいな感じになったら、こう開いてこれをこう折り曲げて、で確かによくよく見ると表紙にも全部こう穴が開いてるんですよ。なるほど、もう貫通してるんですね。貫通してるんです。だからこのままこうターンテーブルにバッと投げてぐるぐるぐるという感じで再生するという、まあすごく特殊なレコードです。で、収録音源も本当に多岐にわたるんですけど、基本的には、まあ、6枚あるうちで前半部分は 1,2,3 枚目ぐらいは、まあ、プロパガンダっていう、まあ、そういう演説みたいにしたりとか、あとは民族音楽やったりとか、そういうのがするんですけど、だんだんこう自国の、まあ、ロックとか、まあ、そういうのもどんどん収録されていって、で一番最終ページが海外紹介枠みたいなのがあるんですよ。なるほど。まずこれ、1977年8月号、はい、これとかはこの写真を見てもらえば分かるんですけど、それ西城秀樹、秀樹、はい、秀樹が収録されてるんですよ。へえ、はい。で、あとこれ、これ何年後だっけ、これ1982年2月号、はい、ここのページをこう見ていただくと、はい、これ YMO ですね、が紹介されてる。あら、すごい。で、すごい、これめちゃくちゃ余談なんですけど、はい、これ YMO の紹介文を書かれてる日本人の方で、はい、これあのさっきの肋骨レコードあったじゃないですか、で、あの肋骨レコードっていう名前をつけたのは、これを書いている西野はじめさんっていう方なんですよ。あ、日本人の方。はい、元ラジオ DJ の方で、モスクワ放送っていうラジオで DJ をやられてた方なんですけども、その方がこの文章を、紹介文を寄せている。なるほど。いうものになります。あと私のめちゃめちゃこだわりのというか要素としては、はい、まあその私がそのレッドファンクって呼んでるようなソ連の音楽でも、はい、いわゆる普通の LP 出されてるものと同じ曲が収録されてることもあるんですけど、はい、ちょっとバージョンが違うとか、なるほど、あとはこのクルガゾールだけに収録されてるまあかっこいい音楽とか、そういうのも本当にいっぱいあるんで、はい、まあ私が何百冊も買うことになったと。すごいですね。です、特殊レコードにも結構な金額と、ね、はい、そうなんです、そうなんです、はい。で、他にはいろんなものがあるんですけれども、はい、ちょっと私いろんな呼び方をしていて、はい、まずはフォトレコードって私が呼んでる、はい、まあこういう写真に、はい、まあこれちょっと分かりづらいですけど、水が切られてて、これ普通にこうやってやってプレイできると。へえ。多くのパターンはこういうポストカード調になってたりとかもしますんで、まあそういう風に使われてたりもするというところです。で、結構これ向こうの、まあ、当時露店とかで、販売していて、で露店にこういうの専門のお店があって、この曲を収録やってくださいみたいなのを言うと、これを切ってくれて、あとバースデーカードにしたりとか、いいですね、メリークリスマスとかやったりみたいな感じでこういうのを使うっていうのもある。オレラっていうグループなんですけど、うん、まあ、当時のジョージアで
まあ、ビートルズみたいなもんですかね。すごくポップスの世界で成功した人たちで、はい、まあ、いわゆるコーラスグループです、うんうん、でそれの音楽を先ほど書きさせていただきました。やっぱこういうのがちょっと誰かから届いたらすごいなんか素敵な。そうですよね、でもそれを今時を超えて今の現代に、まあ、ちょっと音質悪いですけどそれも含みで聞くと結構メランコリックな気持ちになって、いや本当にいい、なんかそうなんです、すごくいい、いいじゃないでしょうか。はい、ありがとうございます、はい、であとこれの派生でこれまあちょっとジャケットというかスリーブなんですけれども、はい、多分こういうものに当時家入れて送られてたと思うんですけれども、こういう、おー、私ホログラムレコードって呼んでますけど、はい、まあ本当にホログラムにこうなってる特殊なレコード で、はい、でこれはこっちに溝が切ってあるわけじゃなくて、こっち側にこうペコンとついてる、へでこれもこのままこうやって再生できるよっていうような特殊なレコードです。おしゃれですね。結構おしゃれですよね、なんかこういうホログラムにしようっていうのは。しかも結構厚みもありますね。そうです、そうです、もう結構これカッチカチなんで、面白いですね、非常に。へー、あとはこれ、まあ可愛いジャケットに入ってる、はい、まあ、ものすごくちっちゃなレコードで、それ何インチですか。これ3インチぐらいですね。3インチ、はい、なるほど、まあ、私は3インチレコードそのまま呼んでますけれども、こういうのもあると。すごい珍しい、まあ、こういうスリーブもね可愛いんで、まあ、音も結構かっこいい、かっこいいというか可愛いんでいいですけどね。それ何回転で再生されるんですか。33ですね。はい、33です、ね。なるほど。なんです。結構可愛い。可愛いですね。だから結構この、まあ、音楽とか、はい、ちょっとあのソ連の、まあ、そういう共産主義みたいなのもありますけど、うん、結構こういうクマとか可愛いですし、うんうん、ここにもあるこういう小熊のミーシャっていう、1908年モスクワオリンピックの時のマスコットキャラクターですけれども、はい、こういうのとかもあるんで。はい、結構そういうなんていうんですかね、こういう可愛いものがお好きな方にも、うんうん、まあ、キャッチーというとちょっと語弊がありますけど、はい、楽しんでいただけるんじゃないかなと思いますね。山中さん、この中でこれはお気に入りだなみたいな、お気に入り一枚ありますか、何か。まあ内容もあるんですけど、はい、でもさっきちょっと紹介した、まあ、クルガゾールは置いといて、はい、やっぱこれは結構好きで、あの内容は内容よし、ジャケットよし、っていうところで可愛いですね。これは非常にいいと思います。音も良かったりするんですか。まあ音も結構そんなに悪くないっていう感じなんですよね、この辺りは。ただ肋骨レコードはめちゃくちゃ音が悪いんですけど、この辺はまあ物によりけりっていうところですかね。ありがとうございます、はい、ちょっとあの肋骨を聞いた後なのでだいぶなんか、はい、あの音声が綺麗に聞こえるというか、そうなんです、いい感じに聞こえましたね、だいぶ、まあ、これはもう見た目通りちょっと可愛い感じの音楽なん で、ね、まあ、ちょっと和みたい時にかけるといいんじゃないかと思います。いや、だいぶ軽快な気持ちになりました、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、あとこういうアニメものみたいのもあって、はい、こういうのも結構私好きで、これちなみにあのトムとジェリーの完全パクリの、そうですね、はい、だいぶ見たことある、そうです、ヌーパガジっていうアニメなんですけどソ連アニメで、まあ、それのこれもフォトレコードの一種ですね。これ溝を切ってあってヌーパガジの音が入ってるみたいなものです。なるほど、これも面白いと思います。おすすめです。 ありがとうございます山中さんはどこで入手されるんですか。まあ、なかなか言いづらいところもありますけど、うん、まあ、なんでしょう、私も結構10年ぐらいこれ系のものは買ってるんで、はい、向こうのいろんな国に、旧ソ連圏の国の人たちと知り合いがいっぱいいるんで、はい、そういう人たちとこういろいろやり取りして買わさせていただいたりとかもしてます。すごいですね。あんまりこう日本でそんなほとんど見かけるものではないですか、はい、いやいや、他のどこの国行っても、うん、こういうのレコーディアに会ったことは見たことない。そうですよね、はい、私もいろんな国に行きますけど、うん、見たことはないですね。そうですね、はい、素晴らしいです。ここら辺のやつは、ま、合法で売ってるもの、この本は、はい、合法のもので、これは国営でちゃんと作られている本、クルガゾール、はい、でここら辺のフォトレコード系のやつは、はい、あの勝手にやってるやつです。なるほど、はい、ちょっとこんだけ見せてもらって、はい、これ可愛いので欲しいなって思った場合は手に入れられるんでしょうか。これは非常に難しくてですね、はい、私、まあ、いろんな国に
行くんですけど、はい、他のレコード屋さんでは売ってるのは見たことはないんですよ。そうですね。まあ、ただ私のお店では、はい、あの時折こういったものは取り扱いますし、まあ、なんとなく相談していただいたりすると、まあ、ご用意できることもあるかもしれませんねということなので、まあ、皆さんぜひ私山中店までご相談いただければと思います。ディスクユニオンロックレコードストアですね。はい、ロックレコードストア、はい、よろしくお願いいたします。なんか本物偽物みたいな、なんかそういう、あ、そういうのは最近結構多くて、あ、まあここら辺のものはあれなんですけど、肋骨レコードは特に偽物が多くて回ってるんですよ。っていうのも、まあ今ももちろんレントゲンっていうもの存在するわけじゃないですか、うん、でそこに溝を切るのって今のは容易なんで、うん、まあ今の現行のレントゲンに溝を切って、それをこそこそ、はい、あの海外通販とかで売るっていう人が多くって、なるほど、当時のものですよみたいな。そうですそうです、当時のものを装って、うん、まあ皆さん肋骨レコードって実物そんな見られたことないですし、うん、はい、当然そういう専門的な知識が、まあ、どっかに紹介されてるってこともあんまりないんで、まあ言ったら騙しやすいといえば騙しやすいんです、うん、はい、でそういうものって、はい、あの私さっき言ったように見た目がいろいろあって、うんうん、希少なものがあるって、まあ、申し上げたんですけど、それがだからその現行のものだと、はい、いかにもかっこいい部位とか、うん、はい、あと内容もあのちょっとかっこいい、例えばイギーポップとか、なんかそういうかっこいい音楽を入れてジミヘンドリックスとか、なるほど、そういうものを入れて、まあ、なんかかっこいい定にして売ると、うん、ちょっと普通に考えたら、うん、基本的に1940年代50年代のものなんで、そっか、今言ったようなアーティストって当然いないですし、うん、はい、まあ、そういうかっこいい V っていうのは非常に希少性も高いんで、うん、だそういうところの隙をついて売るっていうちょっとやからがいるんで、あ、なるほど、まあ、皆さん気をつけた方がいいですよ。いや、そうですね、はい、そっか、ちょっと見た目ではあんまり分かんないかもしれない、ね、いや、だいぶ分からないと思いますね。なるほど、まあ、不安になったら私に相談してくれれば。ここは強いですね。はい。じゃあ本番講座、正月スペシャル、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。いや、本当に新年からこんな珍しいレコードを紹介いただいて、はい、本当なんかもう縁起がいい年になりました。いや、紹介できてよかったです。ありがとうございます。私も初登場だったんですけれども、はい、いや、大変楽しくやらせていただきました。ゆみちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、ゆみちゃん。ありがとうございます。では、ちょっと山中さんには引き続き、はい、2024年もいろいろとご紹介いただこうかなと思います、はい、まあ、ぜひ少しでも皆さんにレコードの興味を持っていただければと思いますので、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます、はい、心強いです。ではまた次回、はい、また次回、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、バイバイ。